茶の新商品、爽健美水の初売り記念イベントが25日、都内で行われ、CM キャラクターを務める女優の土屋太志大鳥23が出席した。ハトムギ、スキミソウ、レモン、みかんなど7種類のエキスをブレンドした新商品の CM に出演した土屋。爽健美茶の CM ソングのアレンジ曲に少々戸惑ったそうで、いつもは、そう、健美茶って歌っているんですけど、今回は、そう、健美水。水？なので、練習していると、茶になっていたりして、爽健美水というのを結構練習したなと思います、と明かした。また商品名にちなみ、爽やかに、健やかに、美しく過ごした。目に、普段の生活で気をつけていることを告白。とにかく新しいことに挑戦するということと、自分らしくいるということを両立できるようにしたいなと思っていて、本とか新聞を読んだり、人と話すことを大事にしていますと語った。アベマ TV、アベマヌー、S より土屋太志大鳥出演、連続テレビ小説、お日様はこちらアベマ、ニュースチャンネル無料のインタ、ネットテレビはアベマ TV、アベマ TV、アベマ TV のアベマン、ユーズチャンネルで現在放送中の番組が視聴できます。アベマ